第6レース1着となりました。1号艇原田由美選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日になりますが、はい、8月6日お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。お祝いしてもらいました。はい、お祝いしてもらいました、はい、ではレース振り返っていきましょう。進入内から1二3、4号6、原田選手1コースからの戦いでゼロ台のスリット行きました。見え方いかがでしたか。そうですね、もう今節ずっと決まってなかったので、もうここは全速で行きたいなと思って、はい、全速で行けました。もうスタートから行かなきゃっていう思いで。そうですね、はい、1マーク回っていきましたけれども、船足の手応えとしては現状どうでしょうか。今までの中では一番レースできたんじゃないかなとは思います、はいはい。まあ、のこれまでもあのスタートが届かないというお話で、実際こう道中走っていての船足というのは昨日までというのはいかがでしたか。全体的に弱かったですね、はい、そうなんですね。で、まあ、今日も調整されて、はい、じゃあもう4日間の中では一番良かったレース、ね、はい、周りとの比較も足合わせとかされていると思うんですが、はい、伸び出やすいいかがですか。そうですね、ずっと伸びが弱かったのが気になってて、行き足も悪かったので、はい、うん、今日は、足合わせでも良さそうになってたので、はいはい、だいぶ違いました。これで勝利上がりまして、もうの現状をキープしていく作業になるのか、さらなる上積み目指していくのか。そうですね、もうあとは微調整でプロペラもだいぶ叩き替えたので、はい、ここのあたりを調整したいなと思います、はい。では最後、ファンの皆様にもう一言お願いします、はい。明日からも頑張ります。応援してください。ではカメラサインを書いていただきましょう、はい。原田由美選手シリーズ初勝利となりましたね。いや、ちょっと着大きいのついてたんで、やっぱこれは嬉しいでしょうね、はい。まあ、全体的に弱かったというお話もありましたが、今までのレースの中では一番良かったということで、はいはい、Vサインいただき